はい、こんにちは。日本改革党、くつざわです。毘沙門天様、晴海様、ご支援ありがとうございました。ありがたく頂戴して、政治活動資金と河野太郎裁判費用にさせていただきたいと思います。チャンネル登録お願いいたします。ついでにメール登院登録もよろしくお願いいたします。動画説明欄もっと見るをクリックして、そちらからよろしくです。記載額が大きくて非公認となった平沢克栄79歳さん、総裁選では一生懸命石破さんを応援した。こんな仕打ちはあまりにひどい、泣き叫ぶ石破のあだ名は裏切り者だって知ってたでしょうが、世論です。公認については問題ないと聞いてきた。これはまずい、これ安心さしといてやっぱダメっていうのはショック2倍ですよね。泣き言とは情けない。というか引退しないんだな。これぞ石破だ。裏切り癖は総理になっても治らない。というか平気で裏切るから党内で嫌われてたわけで、総理になっても味方を後ろから撃つ男、こういう恩をあたで返すような人物には誰もついてこない、石破政権は短命で終わると思う。自民の看板なくても余裕で当選するっしょ。裏切りの石破についた自身の愚かさを後悔しなはれと。まあ、平沢さん、選挙強いからな。念入りに地元回ってますんでね。不記載した自業自得でしょ、それに。2000万円ぐらいやってたんですよね。泣き言言うなっつうのね。自分を応援してくれたからっていう理由でですね、平沢さん、別って言って、公認したら、それはそれで不公平ですよね。もうすでにですね、最近発覚した、不記載500万円の岩屋を公認っていう不公平やらかしてますけれども、総裁選決選投票の議員票、石破189票、高市さん173票、その差16票。なので8人が、石破から高市さんに切り替えたら同数になりますね。9人変わったら逆転ですよね。平沢さん、次は石破に入れないでしょうね、まだかね。こんなひどい仕打ちって言ってるぐらいだから二階派議員誘って集団で石破から離れるかもしれないな。これ党内での立場グラグラですね、石破も。平沢さん選挙めちゃくちゃ強いんで、葛飾の自民議員、区議会議員が、手足となって手伝えば、まあ問題なく当選すると思うけど、つうかもう79なんだから、後継に道譲ったらいいんじゃねえのかなって思いますけれども、小選挙区定数10増10減で比例に転出する予定だった杉田水脈さんを公認しろと、自民党山口県連が本部に申請書提出。杉田さんは不記載で半年間の党役職停止中。確か500万円ばかし、地方の造反か、石破政権も末期と、話題になっておりました。世論です。地方の方がまともとは、県連に苦情が殺到したのでは、杉田さん公認しないと、二度と自民には入れないぞぐらいの電話がいっぱいあったんですかね。選挙区の意見を尊重すると明言した石破がこれを認めなければ、山口に限らず、見限る支部は多いだろう。頑張れ県連、本部に負けるな。山口は安倍総理のお世話元だし、頑張ってほしい。杉田さんは自民党の都合で比例に回ったんだから、面倒見ないのはおかしい。もし公認されなければ、山口の自民党員は石破の敵に回りますよ。杉田さん前回も前々回も比例中国ブロック単独立候補でした。単独は選挙区には出ないで比例一本っていうですね。中国ブロック比例単独は安倍総理の強い意向だったんだって。30分も電話で誰かを口説いて、そうしたんだって。山口県連は杉田さんを事実上のですね、安倍総理の後継者として応援してそうですね。党員資格停止は自民党員じゃないということで公認されないっていうのはわかるけど、役職停止で非公認はちょっとわかんないですね。公認されなきゃ自民党を見限って他の選挙区で立候補してもいいんじゃないですか、小選挙区で。東亜日報石破茂インタビュー、戦時慰安婦について何度も歴代首相、天皇まで謝罪の意を表明したにもかかわらず、韓国が受け入れられないことに対して挫折感も大きい。それでも納得してもらうまで謝罪し続けるしかないだろう。2017年5月23日、これが在日外国人やマスゴミがこぞって石破を応援する理由ですね。世論です。もしかしてこの人やばくね。納得するわけないんだけどな。これいつの話なの。いつも調子いいことばっかり言って、
納得なんかする気ないから無理じゃないの。そういうビジネスなんだから。昔の発言だが、政治家の発言だ。記録も残るし、利用もされるだろうな。今どう思ってるかが重要だな。数日前の発言ですら、コロコロ変わるしな。改めて否定するしかないな。発言コロコロ変えるから、昔の掘り起こしてもわからんぞ。頑張って相手が納得いくまで謝罪してこいよ、石破。自腹切るならいいよ。儒教相手に謝っても無駄。儒教ってのはそういうもん。そうなんだ。知らんかった。儒教って独裁者が、独裁するための手引き。で、民が、独裁されるための手引きですね、儒教って。だから民主主義に徹底的に向いてないんですけども、試験です。2017年記事だったらですね、不可逆的に解決。2015年12月28日の慰安婦合意、日韓合意後でとっくにですね、自称慰安婦どもの老後ケア財団設立資金として10億円も支払い済みなのに、まだ謝らないととか言ってんのか。当時の安倍総理を背中から撃つことを優先したんですかね。こんな韓国にとって耳障りのいいこと言ってたら、在日韓国人もですね、石破総理なら自民党でもいいって言って、マスゴミも全力で応援しますよね。総理になった今は日韓合意してんだから余計なことすんじゃねえって外務省が全力で止めそうだが止めるよね。その場その場で耳障りのいいことを言って都合が悪くなると後ろから打つ。これが石破の本性みたいですね。8月の賃金、昨年8月の 3% 増でした。32ヶ月連続で賃金が上昇しております。だが物価がそれを上回って、8月はですね、3ヶ月ぶりに、実質賃金がマイナスになりました。5、6、7月は、実質賃金プラスだったんだな、してビット。世論です。賃金増えねえっす。別世界の話か。賃金統計の捏造して謝罪した厚労省が未だに統計に関わってる時点で、目一杯持ってもマイナスとか、どないやねん。デフレ脱却の初期期間、数年は、当然そうなるのが当たり前。インフレ賃上げで回し続けるのは大事。岸田の期間、ほぼ連続でマイナスじゃねえか。そうなんですよね。26ヶ月連続マイナス、っていうのを覚えてますけれども。金利上げなければもう少しマシな数字になってたよと。健全な経済成長はインフレ率 2% 継続ということらしいんで、賃金が 3% 上がって物価がそれ以上に上がったのはやや行き過ぎの感あります。これ見て日銀がですね、利上げするぞってなったんですかね。政策金利イコール中央銀行が銀行に融資する際の利子、昔は固定歩合って言ってましたね。日本 0.25%、 アメリカ 5.0%、 ユーロ 3.5%、 イギリス 5.0%、 オーストラリア 4.35%、 スイス 1.0% と。世界基準だとまだまだ全然低いけど、30年以上続いたデフレイコール経済縮小を今度こそきちんと出してもらいたいですね。まだまだ低いから。1973年、昭和48年12月の政策金利は驚愕の 9.0% でした。うわー、ゆうちょの定期預金の利息が 8% だった。すげーこれ。当時の人はさぞかしですね、毎年毎年給料が上がって同時に物価上昇に苦しんだことでしょう。なんせね、ゼロ戦の製造費っていうか、何、政府に売る三菱重工がゼロ戦一機5万円だったらしいですからね。ちなみに銀行商売のからくりも教えちゃいます。銀行は預金含む自己資金の12倍までの金額を日銀から 0.25% で借りれる。銀行はその金で国債買ってですね、金利 0.9% ゲッツする。差し引き 0.65% の利ざやを稼げると。なんだそんなもんかと思いますけれども、元の金が巨額ですから。なので銀行は預金さえ集められればですね、本来業務である融資を必死でやらなくてもいいんですわ。日銀に金借りて国債買っとけ。いやいや、しぶしぶやってんじゃないですかね。個人向けの住宅ローンなんとかも。立憲の衆院選
公約が秀逸、最低賃金1500円、物価上昇ゼロ、いやそれ無理だろうと各方面から頭おかしいと呆れられてしまっておりました。みんみん玉木代表もいやさすがにそれはと疑問を呈しておりました。世論です。バカみたいな公約だな、いつもわざとやってんじゃないかってぐらいの経済音痴。世界中のものがどんどん値上げしているのにどうやってこういう極端なことを打ち出すしかない状況なんか。物価は上げたくないのに消費税は上げたいらしい。よくわからん。賃金上昇分はどっから持ってくるの？野田よしっこは消費税を5から10に倍増させた財務省の犬であります。物価上昇ゼロは経済縮小政策に他ならないですけど、デフレに逆戻りに他ならないですけど、これも財務省の意向でしょうね、これね。財務省の目指すところはですね、実質税負担率を上げることで、税収を上げることじゃないんですよ。経済成長イコール GDP 増加してしまうので、実質税率の、分母が大きくなって、率は下がっちゃうんですよね。バカな財務省、これを嫌ってですね、デフレ、経済縮小を歓迎する。全くね、こいつら、小山もや、おいやめも、経済縮小と重税に苦しむのに本当バカな連中ですよ。本当にバカ。日本で一番バカだと思える財務省の官僚が。つまり立憲はですね、デフレにします、賃金上げますって言ってるけど、こんなの無理じゃね。デフレになったら賃金下がんだからさ、最低賃金だけ無理やり上げて解雇を誘発し失業者大量生産したのが隣の文政権でした。野田は社会を混乱させたいんですかね。消費税を 15% にとか寝ぼけたことも言ってるみたいだし、財務省になんか致命的な弱みでも逃げられてるのかっていうぐらい財務省の代弁者になってますね。今日の単身です。神田正人前財務省財務官、日本はもはや大国ではないと言い放ち、即座にお前らのせいだろと突っ込まれておりました。デフレ誘導続けて他国にどんどん追い抜かれた主犯が何を人事のようなこと言ってんでしょうね。やっぱ財務省官僚が日本で一番バカだろうな。アメリカ富裕層向けの旅行専門誌コンデナストトラベラーが発表した世界最高の国ランキングが、日本が2年連続1位になっておりました。旅行誌だから旅行するのに最高ってことでしょうけどね。これ見て日本に住もうだなんて思わないでほしいです。間に合ってます。富裕層向け雑誌なんで大金持ちが余生で日本を過ごす、余生を日本で過ごすっていうのはありかな。で金でいっぱい使ってもらってね。掲示板はやっぱりというか発表された20位にも入れなかった隣の国人が嫉妬で発揮をしてました。ストレスで免疫落ちて風邪ひけ宮城県柴田町のショッピングモールで女子トイレに侵入した女装男25歳を逮捕。女性用トイレに入ったことは認めるが心は女なので養便をするために入った。ほらね、やっぱりね、LGBT 法以降こういうのが後立たないでしょうが、心は女でも体が男ならダメだって、許さねえ、逮捕だ。これ名前出てないのは起訴されるかどうか微妙だからでしょうね。ショッピングモールが許さねえって言ったら起訴されるでしょうけど、まあまあって、言ったら起訴されないね、これはね。というわけでチャンネル登録よろしくお願いいたします。10月25日金曜日11時から東京地裁で私の裁判河野太郎に訴えられてます、あります。よかったら見物にいらしてください。私は被告席に座っておりますねデトックスジャパン。